こんにちは、プンスチャンネルです。今回はですね、皆さんの爬虫類飼育にとっても役立つ100円ショップのグッズを紹介したいなと思います。以前もですね、こちらの動画に100均で買える爬虫類飼育用のグッズを紹介したんですけど、今回は最新版ということでね、こちらの動画にプラスして新たにとっても役立つグッズをね、見つけたので皆さんにご紹介できたらなと思います。よかったら最後までご覧ください。それでは早速やっていきましょう。はい、まずはですね、餌皿関係からいきましょう。こちらのトレー、そして餌皿、もう小皿ですね。あとこうちょっと深めのやつ、そして新たに追加されたのがこちらのグッズですね。これペット用品のところにあった餌皿なので、犬猫用の餌皿になるんですけど、これがですね、セリアとダイソーに売っていたんですけど、ちょうどね、下からどうしても青舌とか太顎とか、そうなんですけど、こう噛みついて振り回したりとか、ドロンとこうやってね、ひっくり返す子がたくさんいるんですよね。それがね、全然起きにくくって、このね、本当にペット用の餌皿マジでおすすめです。次は紹介するのはこちらですね。調味料入れになるんですけど、これはね、確かダイソーだったかなに売ってる調味料入れです。これにですね、カルシウムパウダーを入れてます。詰め替えもね、めちゃめちゃ楽なので、こちらをね、使うようにしています。そのままね、蓋を開けて振りかけるだけなので、とっても便利です。そしてそして、前回の動画でとっても反響が大きかったこちらですね。こちらのスレートプレートだったかな、バスキング用ストーンとして使える溶岩プレートになるんですけど、これがね、とっても便利で、これね、100円ショップに売ってます。ダイソーで売ってて3枚で100円だったかな。めちゃめちゃお得ですね。しかもサイズもね、結構大きさがいろいろあるので、こちら1個持っておくととても便利かと思うので、皆さんぜひチェックしてみてください。とまあね、ここまでは前回も紹介したものが多かったので、まあそうだよねっていうものが非常に多かったのではないかと思います。今回新たにね、購入したものがあります。それは何かと言いますと、じゃーん、こちらです。今回はね、これを撮りたいがためにこの動画を回しております。ダイソーのクッションマット300円のものになりますが、実はですね、オープニングの時から下に敷いているんですけど、これね、ちょっと柔らかい素材で、しかもツルツルしている。そしてまあ、ポコポコしている部分があるので、足は引っかかるかなという感じのものになります。なんとですね、これがペットシーズイラーズの床材代わりになります。なのでね、ちょっとこれはね、本当に皆さんにね、紹介したかった、そんなね、ものになってます。しかもですね、この商品の一押しが、見てください、このサイズ感、60センチと45センチですよ。もうね、このサイズ感見た瞬間、あ、これケージに使えるなってめっちゃ思ってしまいました。実はですね、購入してからまだうちのね、ケージに使ったことがなかったので、今日からね、使ってみたいと思います。はい、それではですね、今パプリカちゃんが入っているケージを、これから先ほどのね、クッションマットに切り替えていきたいなと思います。今ね、ペットシーツを敷いてるんですけど、パプリカちゃんね、結構動き回るので、ペットシーツがずれちゃって床にね、ダイレクトにうんちされるっていうことがね、よくあるので、それがね、いらなくなるということで、結構ね、飼い主としてはワクワクしています。メンテナンスもね、楽だし、しかも綺麗に保てるということだったらね、万々歳ですよね。はい、パプリカちゃん何が起こるんだろうって顔してこっち見てますね。はい、それではですね、一回パプリカちゃんに対比してもらおうと思います。パプリカちゃん、ちょっといいかな、ごめんね。はい、そして流木なんかもね、取っちゃいましょう。はい、お掃除が完了したので、ここからね、入れていきたいと思います。下でね、パプリカちゃんも見つめていますが、パプリカちゃんのお部屋の模様替えをね、したいと思います。今ですね、こちら次亜塩素酸水で一応拭いて、匂いも取れたことを確認したので、そこからね、入れていきたいなと思います。はい、いかがでしょうか。心配なぐらいぴったりになりました。
さすがね、このケージもこの縦が45で横が60なだけあってジャストサイズですね。はい、グラテラにはねぴったりなサイズ感でした。じゃあね、元のレイアウトに戻したいなと思います。不思議そうな顔で歩いてますね。これですね、結構しっかりしてるので爪が引っかかっても体感的にはなんかそんなすぐボロボロになる感じはしないんですけど、ちょっとねパプリカちゃんがここに入ってみて使用感どうなるのかなっていうのを今後もねレビューしていきたいなと思います。はい、今回は爬虫類飼育に役立つ100均グッズについて紹介しました。今回新たにねケージにこうやってね加わったものもありますので、使用感レビューなど気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。